お、吉田正尚、打率、2割9分7厘、OPS、817。最近30試合、打率、2割4分6厘、3本、16打点、出塁率、2割6分8厘、OPS、666、2盗塁、3四球、23三振。三振しまくってる模様。こんな四球選べなくなるもんかね。OPS、800あれば一流で。最近丸々試合って意味ある下振れかもしれにゃん。30試合はさすがに意味あるやろ。シーズンの5分の1やぞ。下振れは下振れだが、今まで上振れてた分の反動とも言える。吉田ですら死球拒否になるくらいアプローチから迷走させられるメジャーという魔境。青木ボーダーは超えてるから平気平気。守備と走塁劣化して多少ホームラン増えた青木やな。これに危機を感じて吉田を休養させた高良監督、その後の復活しホームランを放つ。先発 P が苦手な相手だからあかんのかと思ったらリリーフ P にも三振しててもうあかんと思った。打率3割維持は無理そうやな。今日も5タコか、きついな。結局パワー足りてないんだよな、心当たりが日本人の限界か。皆さんは吉田選手の現状どう思いますか？コメント欄で今回の動画について感想を教えてください。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。